神蔵チャンネルにようこそ。前回は一銭硬貨をご紹介いたしましたので、今回は五銭硬貨を取り上げたいと思います。前回初めて動画を制作して投稿したのですが、反省点がいっぱいありました。特に動画の明るさや音声のボリュームが一定でないこと、この2つが大きいです。今回はこの2つに気をつけて制作いたしました。少しでも見やすくなっていたり、聞きやすくなっていると思っていただければ嬉しいです。前回の動画が27分と長かったので、今回は2つに分けてみました。前編は五銭硬貨の歴史と発行された12種類の五銭硬貨の全般的な説明、実際に硬貨を発行年の古い方から6種類紹介したいと思います。後編は残りの6種類の硬貨の紹介と、前回の一銭硬貨の動画でも話しましたが、両目や品位の変化と戦争の関係、五銭硬貨の収集や入手の方法、実際に3種類ある五銭銀貨の真贋判定をやりたいと思います。明治天皇が即位され、大日本帝国明治政府が成立し、明治4年に真貨条例が制定され、円、銭、輪の貨幣単位が定められました。1円が100銭、1銭が10輪と制定され、同じ年に旭日流五銭銀貨が発行され、昭和20年の大東亜戦争敗戦まで11種類の硬貨と1種類の紙幣が発行されました。戦後、1種類の硬貨と1種類の紙幣が発行されましたが、大東亜戦争、太平洋戦争中の配給制や物資不足による物価の高騰、敗戦後は物資不足によるインフレなどで1円以下で買えるものがなくなり、昭和28年、少額通貨の整理及び支払い金の端数計算に関する法律、これは昭和23年から25年に発行された1円大銅貨と額面1円未満の通貨を廃止する法律の施行で、五銭硬貨、五銭紙幣は廃止されました。発行された五銭硬貨は次の12種類になります。発行年数が一番長いのは菊五銭白銅貨と稲五銭白銅貨で9年、一番短いのは旭日流五銭銀貨と旭日大綬五銭銀貨、穴開き五銭鈴貨で1年となります。また流五銭銀貨から菊五銭白銅貨まで10年間、稲五銭白銅貨から大型五銭白銅貨まで12年間、小型五銭白銅貨から五銭ニッケル貨まで10年間の発行されない期間がありました。前回の動画の一銭硬貨に比べて、それぞれの硬貨の発行期間が短いのですが、彫りが浅く不明瞭だったり、小さくて使い勝手が悪かったり、偽造通貨が流通したり、日華事変、日中戦争の拡大や大東亜戦争、太平洋戦争の開戦により軍事物資となるため回収されたりなどの理由で発行期間が短くなったと思われます。では旭日流五銭銀貨から発行順に説明したいと思います。最初に旭日流五銭銀貨です。銀 80%、銅 20% の銀貨になります。こちらが表面になります。中央に龍の絵、周囲には国名の大日本帝国を意味する大日本。発行年、この硬貨は明治4年発行です。
漢数字と漢字で五線と描かれています。続いて裏面です。中央には旭日、これは勢いよく昇る朝日を表しています。旧日本陸軍の軍旗、旧日本海軍の軍艦旗、現在でも陸海自衛隊で使われており、形は違いますが、日本国警察のシンボルマークも同じ旭日調です。中央上部には大日本帝国の国章であります菊花紋章、現在でも皇室の紋章やパスポートの表紙などに使われています。菊花紋章の両側には切紋、これは家紋の五七の切や日本国政府の紋章、有名なところでは内閣総理大臣がスピーチする演台にもついております。また花札でも有名な図柄です。左側には桐の枝、右側には菊の枝が表されています。同じ時代に発行された旧一円銀貨、50銭銀貨、20銭銀貨、10銭銀貨とデザインは同じです。明治4年に新貨条例が制定されてから製造されましたが、発行年号は明治3年と4年があります。この硬貨は一番小さく薄かったため製造が困難であり、彫りが浅いなど出来が良くなかったため1年で製造が終了しました。同時期に発行された銀貨と両目は比例関係にあり、10銭銀貨は倍の 2.5 グラム、20銭銀貨は4倍の 5.0 グラム、50銭銀貨は10倍の 12.5 グラムとなっています。直径 16.15 ミリ、両目 1.25 グラムと現行の1円硬貨の直径20ミリ、両目1グラムより小さく若干重くなります。1円硬貨とのある比較はこのようになります。流通価格は特年発行枚数の少なさや字体の違いなどで流通量が少なく希少価値があるものを除いて、一般的なものは1枚数千円から1万円ぐらいです。次は旭日大寺五千銀貨です。旭日流五千銀貨と同じく銀 80% 銅 20% の銀貨になります。この銀貨は旭日流五千銀貨の流図を漢字の五千に改めて発行したものです。表面の中央には漢数字と漢字で五千、周囲には国名の大日本帝国を表す大日本。発行年、この硬貨は明治4年発行です。が描かれています。続いて裏面です。これは旭日流五千銀貨と同じデザインです。旭日流五千銀貨の比較はこのようになります。左側が旭日大寺、右が旭日流になります。直径 16.15 ミリメートル、両目 1.25 グラムと旭日流五千銀貨と同一であり、1円アルミ貨との比較はこのようになります。流通価格は
一般的なものは1枚数千円です。続いて竜五千銀貨です。旭日竜五千銀貨や旭日大寺五千銀貨と同じく銀 80%、銅 20% の銀貨になります。こちらが表面になります。中央には竜の絵、周囲には国名を意味する大日本。発行年、この硬貨は明治8年発行です。アラビア数字とローマ字で外国人にも分かるように5000と書かれています。同じ時代に発行された1円銀貨、50銭銀貨、20銭銀貨、10銭銀貨、2銭銅貨、1銭銅貨、半銭、五輪です。銅貨とデザインは同じです。続いて裏面です。中央に漢字で五線、中央上部には菊花紋章、左側には霧の枝、右側には菊の枝が表されております。旭日竜五線銀貨と同じように同時期に発行された銀貨と両目は比例関係にあり、10銭銀貨は倍の 2.7g、 20銭銀貨は約4倍の 5.39g、 50銭銀貨は約10倍の 13.48g、 1円銀貨は約20倍の 26.96g となっています。直径 15.15mm、 両目約 1.35g と前に発行された旭日竜五千銀貨、旭日大寺五千銀貨より約1ミリ小さく、約 0.1g 重くなっています。1円アルミ貨との比較はこのようになります。流通価格は特年を除いて、一般的なものは1枚数百円から 2,3,000円程度です。次に菊五線白銅貨です。この通貨より銀貨から銅 75%、 ニッケル 25% の白銅貨になりました。現行の桜100円白銅貨、50円白銅貨も同じ品位の銅 75%、 ニッケル 25% の白銅貨です。中央に菊花紋章が描かれている方が表面になります。周囲には漢数字と漢字で5000、アラビア数字とローマ字で5000と2種類描かれています。裏面の中央には漢数字で5、周囲には国名を表す大日本。発行年、この硬貨は明治29年発行です。が描かれています。前の五千銀貨より大きく使いやすくなったのですが、デザインがシンプルすぎて、偽造貨幣が大量に作られ、市中に出回る時代となり、発行開始から9年で終了となりました。直径約 20.6mm、 両目約 4.67g と現行の50円硬貨より若干小さく、10円製造貨より若干重くなります。価格は特年を除いて、一般的なものは1枚100円くらいです。5番目に紹介しますのが稲五線白銅貨です。この通貨も菊五線白銅貨と同じく銅 75%、 ニッケル 25% の白銅貨です。
菊五線白銅貨の偽造貨幣が大量に出回ったことから、デザインを変更して発行いたしました。直径、品位、両目は菊五線白銅貨と同一です。同じ時代に発行された稲一銭青銅貨とデザインはほぼ同じです。中央に漢字で五線、両側には稲穂が描かれています。裏面の中央には旭日流五線銀貨、旭日大寺五線銀貨と同じ旭日が描かれています。周囲は流五線銀貨と同じく国名を意味する大日本。発行年、この硬貨は明治38年発行です。アラビア数字とローマ字で五線と書かれています。偽造されないように菊五線白銅貨よりデザインを複雑にしたのですが、この稲五線白銅貨も偽造されて市中に出回る事態となりました。また明治39年から発行された旭日20銭銀貨と直径が約 0.3 ミリの違いしかなく、非常に紛らわしいことから、この硬貨も発行開始から9年で終了となり、次の大型五線白銅貨から現行の50銭白銅貨、五円黄銅貨のような穴あき銭となりました。菊五線白銅貨と直径両目は同じく、稲五線白銅貨と現行の50円硬貨の比較はこのようになります。価格は菊五線白銅貨より発行枚数が約3分の1と少ないので、一般的なものは1枚数百円です。前編最後のご紹介になります大型五線白銅貨です。この硬貨も菊五線、稲五線、白銅貨と同じく銅 75%、ニッケル 25% の白銅貨となります。菊五線、稲五線、白銅貨の偽装通貨流通問題と旭日20銭銀貨と大きさがほぼ同一ということから、大型五線白銅貨が発行されました。直径は同一ですが、穴あき銭になったことで両目が 0.39g 軽くなりました。表面中央から上部には横書きで五線、現在は左から読みますが、大東亜戦争終結までは右から読みます。中央上部には菊花紋章、中央から下半分は霧が描かれています。裏面の中央には八両経、これは中国の唐の時代に流行した花びら八枚が八角形に見える銅鏡、鏡ですね、のことです。周囲には細かく海の波が描かれています。波の上に国名を意味する大日本。発行年、この硬貨は大正8年発行ですが描かれています。この硬貨もわずか4年で発行終了になりました。終了年の大正9年に発行された10銭白銅貨、デザインもほぼ同一ですが、両目が 3.75g と大型五線白銅貨の方が 0.53g 重い、同じ品位であるなら額面が小さい方が軽い、ましてや重いというのは問題があるので、同じデザインで両目を落とした小型五線白銅貨に変わられました。菊五線、稲五線、白銅貨と直径が同じなので、現行の50円硬貨との比較はこのようになります。両目約 4.28g と50円白銅貨が 4g なので、大体同じになります。価格は一般的なもので1枚
400円から600円ぐらいです。以上で前編を終了したいと思います。閲覧していただいてありがとうございました。後編を投稿いたしましたら、ぜひご覧ください。